いや、これは、その、先に、新作の原稿ができたんだ。読んでくれ。之后兄妹俩在房间内聊起了金小说，直到最后沙悟净向哥哥表白了。但哥哥却有些失落，毕竟他们是兄妹吗？そっか、今回も、なんだ。サギリ、お前。あなたは昔からそうだね、泉先生。いつも俺に夢をくれる。いいぜ、泉先生。やってやろうじゃん。そんな面白そうなこと、一人でやらせてたまるかよ。それはあなただけの夢じゃない。俺たち二人の夢にしよう。お腹すいた。